ということでやっていきます。ということでやっていきますじゃないよね。今日はメイクをしていきます。めっちゃ久々、 YouTube 撮るのも久々だけどメイクするのが久々すぎてやばい。いつもの本当に結構冗談抜きでこの前 YouTube でメイク動画撮ったぶりかもしれないから1ヶ月ぶりとかにメイクをする動画になっております。めちゃめちゃありがたいことにお仕事が続くとヘアメイクさんがいらっしゃるから自分でメイクすることなんてないわけよ。できない時に限ってメイク道具とか買っちゃうわけ新しいコスメとか。今日はちょっとその新しいコスメをやっと使えるっていう日です。てるてるのクッションファンデ最近マジで熱くね。なんか家出た時のあのもわってしてる感じがもう暑いとかじゃない、なんなら最悪みたいな、うわってなの私だけ危機を感じる暑さじゃない最近も。大丈夫そうこれ本当に心配だよ。今日めっちゃ久々に外食するからメイクしてんだけど今めっちゃ久々だわ。もう最近はそもそも休みがなかったっていうのもあるけど夜はお家で食べたりとかもしくはお仕事だとやっぱお弁当生活してたからで今肌の調子いいと見せかけてここにしっかりいるけど気にしなーい。でしばらくちょっとお仕事の関係もあって行けてなかったんですけど眉毛サロンとまつげに行ったので今もう素晴らしいのお顔がすっぴんでもなんとか生きていけるお顔のレベルまで上げてくださったのでプロの力でこれはメイク動画を撮らないとと思って撮ってます。いつもの今日焼き鳥食べに行くんだよね。超楽しみ。焼き鳥って食べたくなるよね。私だけかな、このなんかたまに結構すごい衝動的になんか焼き鳥食べたいってなるの。眉毛は今本当に眉そろでカラーもしてもらって形も綺麗に整えていただいてるので一瞬で終わります。これなんだろう、なんかいただいたのかな、わかんないけど置いてあったから使ってみる。ウェイクメイク、この一番ベースっぽい色を上まぶたと下まぶたに置いていきます。スケジュール遡って気づいたんだけど会ってからいちご狩りぶりに高校の友達と会ってて結構月1とかで集まってたからちょっとねびっくりした。さすがに4人でいちご狩りぶりじゃないってなって、私が次の日早かったから本当に1時間ぐらいで解散してでもそのためだけに会いに来てくれるのマジで愛だなと思って本当にやっぱ持つべきものは友だなと改めて思いました。まあ、次いつものクリオの方に戻ってこのちょっとブラウンっぽい感じのピンクっぽい感じの上まぶたの黒目の上に置いていきます。でかなり濃い茶色をこのちっちゃい筆で取って下まぶたの目の脇と上まぶたにもちょっと乗せましてラメはこっち使おうかな。端のピンクのキラキラを指で取って目頭、すごいこのラメかわいいに抜けてちょっと間をぼかします。こんな感じ。あとはアイライン、ちょっとアイライン頑張ります。今一旦ここだけアイライン引いたのでマスカラしていきます。まあ一旦このいつものもうはげてるけどクリアベース下地を私この前さ久々にだからその仕事の関係もあってまつげに行けなくて久々に空いたの結構1ヶ月2ヶ月ぐらい空いてでそしたら私もともと下まつげがめっちゃ逆さまつげで入って痛いぐらいすごいのね逆さまつげがだから下まつげもやってるっていうのあるんだけどでこれです最近買ったのウォン・ジョンヨのヌードアイラッシュの05番です。これは恋ぼくの時にこのマスカラを実はつけてて
それでめっちゃ良くて買いました。これほんとすごいよね。感動した。私マジですごい。このマスカラやっと使える。嬉しい。かわいい。めっちゃ伸びる。かわいい。かわいいはちょっと謎だった。さすがに。そう、それで久々に下まつげが開いてさ、まつぱできない期間が。そしたらやっぱさ、めっちゃ目に入って超痛くて、まあ、重症だなと思った。私の逆さまつげ具合だから、無事にそれもなんとか今は解消されて、やっぱすごいありがたい。まつげパーマ、この世の中にあってくれてありがとうって感じ。本当に助かってます。私はマジで。すごくない？これまつげ。ホットビューラーもちょっとやります。よし、ではアイライン目尻引いていきます。ちょっとこれも集中もんだから。いいんじゃないですか。ちなみにデジャブのブラウンかな使ってます。こんな感じ。まつげすごい。めっちゃ忘れてた。下まぶたにこの、これも買ったの新しく。ちょっと時代だってさ、1年前とかに多分爆売れしてたでしょ、ボンジョンよって。今も人気だと思うけど、メタルシャーペンシルの04番のリコッタピーチです。今になって私は来てるっていう。ちょっとね、その時は乗れないんだよね、私やっぱ時代に。特にコスメ、リップとかも移り変わり早すぎてむずい。でもこれは本当にたまたまなんだけど、あのヘアメイクの手塚さんっていつもお世話になってるヘアメイクさんの方の涙袋っていうか目のメイクが私めっちゃ好きで、その手塚さんもこれ使ってるって言ってて、いつも全然知らないで買ったんだけど、えーと思って。こんな感じで、これすごいよね、涙袋がさ。助かります。でチークはなんか入ってたメイクポーチに。リップ&チーク5番、ライブリーローズウッドをちょっと置いていきます。こんな感じでやって、ハイライトもいつものセザンヌのパールグローハイライト04番を使っていきます。終わり。はい、ということで髪の毛やってきました。この前ね、美容院行ったばっかだから今結構サラサラで、ということで、着替えて、ちょっと時間あるからちょっとセリフ覚えようかな。セリフ覚えないとやばいので、セリフ覚えて着替えて行ってきます。バイバーイ。